そうなんです。古典の授業、漢文の授業はどっちも割り振ってます。イニシャル D と人からかわいいという重大なところが総出でですね、私に電話をしていたですね。問題を何個解いて理解したら今日もできるやめる夢ならばそう。おはよう、始まりました。ゲストとしてなんと豪華な相良坊主さんに、豪華でなくて申し訳ないですけど相良坊主と申します、はい、北海道大学の問題ってそんなに難しくないんですよ、実は、受けたら落ちて、あらららら、家契約してたんですけどね、受験の前の日に、受験の前の日にすごい余裕ぶってたんですよ、はい、これは絶対いけますわと、親にも、もう僕が落ちたらもう本当にね、これ大変なことよみたいな調子乗ってたんですけど、はい、落ちましたね。家もキャンセル、契約すごいですね、それね。楽しみにしてたんですけどね、北大ライフを、はい、で、じゃあ浪人、浪人決定ですね。英語はじゃあできたってことですか、結構。いや、英語はですね、まあ普通ですね、なんでしょう、安定はしてましたけど、はいはい、そんななんか突出してこう満点取れますとか、そんなレベルではもちろんないですね。なるほど、英検とか持ってたんですか、はい、英検はですね、ほぼほぼ受けた、この中学何年生とかに受けたきりですね。で、はい、で、浪人するわけですね。そうですね。そして、行ってた予備校は河合塾出会い河合塾で、河合塾ですね。はい。で、東北大コースでしたっけ。はい、東北大コースに入りました。どんな授業を。ですね、基本的には東北大数学とか、はいはいはい、東北大英語とか、はい、なんかそういう授業が実は用意されているんですよ、はいはいはい、まあ、もちろん東大英語とか東大数学とかあると思うんですけど、うん、東北大英語、ここで東北大にフォーカスした授業をやってるのは多分河合塾仙台校だけなのかなと思うんですよ。それをまあまあ毎週1回ぐらいはその専門のコースがあるって感じですよね、うんうん、それで誰ですか、先生たちは東北弁なんですか。先生はですね、東北弁一切使わないんですよ、また寂しいもんで、なまってないんですね。そうなんです、都会ぶるというか、ああそうなんですね。わしゃ都会から来た講師だぞ、わしゃって言わないたまにまあね、そういう感じ。まあそうですね、はい、これ使えるのかな大丈夫です、ね、まあね、関東ではあんま人気がないけど、田舎の予備校に行くと人気講師になる人いますからね。あー、言っていいのかな、あの、BGM で消しましょう。エンダーって。あれいいの、エンダーはいいのかそう、あれね、ほんといるんですよ。関東だと全然だけど、あの、田舎では、もうすげー人気講師ぶってる人っているんですよ。そうなんですね。なんか僕らは田舎の、まあ、あの田舎しか知らない生徒なので、はい、その本当にそれ見るものすべてみたいな、なるほど、この人は人気なんだ、すごいんだというふうに勘違いしがちあるあるでしたね、今。やばいやばい、これ怒られちゃうわ、また動画出すたび敵を作ってる感が半端ないこのスタンスが大好きですねどうですか、ちゃんとこう上がってきました。あのですね、もう低空飛行を最初ずっとしてました。飛行に行かない授業をサボる、イニシャル D っていうゲームが大好きで、あのゲームセンター通い出すゲームセンターのイニシャル D やってたんですね。ファーッファーってやってですね、一人カラオケにハマり出すんですね。ワンカラ、はい、そうなんですよ。古典の授業、漢文の授業はどっちも割り振ってました。イニシャル D と人から、なるほど、割り振ってもうあの決めていかないとか、峠に行きたいや、峠に行きたいぜとか、あの個室に行きたいぜみたいな感じでやってて、栃木行くぜ行くぜって言って、もう全然上がらずでしたね、夏ぐらいまで。そんな感じで、じゃあ、はい、相良坊主でレモン、あ夢ならばそう、大丈夫ですかこれわかんない、大丈夫さ、いや、さっき百均でこの丸バツ探してる時に流れてたのがレモン思い出しただけ今のこそ夢ならばですけど、夢ならばですよ、本当に最初はだから呼び込むけどサボってた、サボりって感じでしたね。で、結局ずっとサボるんですよ、結論。ああそうなんですね、はい、で自分の都合のいいように授業を勝手に組んでしまうですとか、あ、はいはいはい、それからチューターの方が来ないことを心配してしょっちゅう電話をかけてくるとか、なんかそんな感じの生徒だったんですけど、はいはい、え、寮ですよね、だってね。そうなんです、寮なんです。で、寮もですね、仕組みがちょっとありまして、はい、朝出ないと呼びに来るんですよ、寮長が。はいはいはい。で、その出ないことが何でわかるかって言いますと、電子キーがあるんですね。はいはいはい。電子キーを出口でピッてやるんですよ、はいはいはい、でそれであの退出してますよみたいなのが電子データとして蓄積されてるわけなんですけど、悪知恵がやっぱりつくものでですね、まず寮に友達ができるわけですね、はいはい、友達でグループを作って、うん、授業が週に5日あるので、はい、5人の5人組、5人組を作りまして、5人組、日本史5人組で鍵を渡し合うわけですね、はい、
ああなるほど、はいはいはい、でこいつがいつ全部持ってって全員分出たことにする回答をするっていうのがまず一つと、あとは自分でピッてやって中に自動ドア閉まる瞬間に一瞬で戻ってしまう、なるほど、はいはい、まして、それと単純に風邪をひきましたっていう嘘をつくまくるっていうことですね。その3つの手段でサボるっていうのが横行していた横行していたなるほど、そうなんです、結構問題児が多い量でしたね、うん、でも来てないから電話が来るっていう感じです、寮に電話がくるーくるーってくるうわーって、でも実際寮に電話来るけど僕ゲームセンターにいるーって、なるほど、はい、出てはいるみたいな、ということは行方不明ですけど、あれみたいな、一回行方不明事件みたいなのがやっぱりありましたね、 あったんですね、はい、私が帰ってこない門限がありました、あ、夜の10時ですね、そうで、あ、そうですとか言いながら僕は初めて聞いちゃった、はい、あの8時か、夜の8時まで帰れない場合は必ず寮に連絡する、なるほどなるほど、で連絡しなかった人たち、まあ僕も含めてなんですけど、はいはい、行方不明みたいな感じで河合塾のチューターの方々が総出でですね、各所に電話をしていたですとか、これどうする、警察に連絡するとか、なんかそういう焦った事件もありましたね。どこにいたんですか結局。ゲームセンターです。だってもう仙台なんかあんなくちっこいエリアで、そうそうそう、行方不明ってなかなか、そうなんですよ、繁華街が近いですね実は、あ、はい、仙台港って、うん、あれが良くないと思うんですけど、太郎だったらお酒を飲みに行っちゃうとか、はい、あ、はいはいはい、そういう人もいますし、でゲームセンターカラオケも近いので、めちゃくちゃ近いので徒歩1分ぐらいにあるんですから、あ、なるほど、はい、そういう誘惑に負けてたんだ、ね、負けてましたね。しかし東北大受かったわけじゃないですか、はい、ようやく受かりまして、どうやって、これがですね、もう授業をサボってはいたんですけれども、うん、まあ、なんか恒常的に勉強はちょこちょこしていたんですね、うんうんうん、で現役生の時失敗したのって長時間やればなんか身につくみたいな感覚だったんですよ、はいはいはい、でもそれマジでやめようと思ってですね、はいはい、私集中力結構ないので、はい、勉強向いてないんですけど、まあ、なんかそれのないことを認めて、なんか時間で区切るんじゃなくて問題を何個解いて理解したら今日の勉強やめるっていう感じだったんですよ、はいはいはい、例えば英語だったら、まあ、なんか長文を何個解いて、まあ、なんかそれの解説を理解しきってたら今日の勉強全部終わっていいよみたいな感じですね。そういう方式に変えたら意外と続くもんでですね、そのなんか先が終わりが見えてくるので勉強、そのなんか時間だと果てしなくと感じるんですけど、はいはいはい、いやなんかこれを終わらすために早く理解して早く自分の時間を作りたいみたいな気持ち、うんうんうん、逆のなんか気持ちになってくるわけですね。もっと勉強したいぞみたいな感じで、はい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 、なんか嘘をつくみたいな、自分に嘘をつくみたいな、はい、もっと勉強すればもうゲームセンターに行けるぜみたいな感じのなんか餌を与えるっていう方式でやってたら、意外とですね、時間は短いんですけど現役生の時の長々とやってたダラダラした勉強より身につくみたいな感じで、それでなんか今日はここまでってやって、はい、あ、これできたからもう一個みたいなのか、みたいな感じで、あ、だんだん目標の数も慣れていくと増やせるんですよね。あ、なるほど、はい、そうやってやったんですね。そんな感じでした。本日の一番のトレーダーはまさかこんなだいぶ後半にやってきましたね。いやもうようやく出せて嬉しい限りです、ね、ようやくこういう話キャスト体質でしたんじゃないですか。あー、なんか この話はしてないですね。そういえばよかった、はい、打倒こぼしそうだったね、はい、そういう感じで勉強始めまして、やるといろんな教科に使えます。あ、そうですそうです、もちろんそうなんですよ。まあ、数学でも理科でもいけますもん、はい、英語、国語でもいけますもん。なるべくちっちゃめの歩幅にした方が最初はいいなって思ってます、うん、歩幅っていうのが問題数だったりとか、例えば英語で長文をなんか5個読むっていうのは結構最初きついと思うんですよ。なので、文法問題を何個みたいな感じで、うん、ちょっと文法問題だと割と取り掛かりやすい気がするので、なるほどなるほど、そういう取り掛かり方にして、なんかハードルを低くして最初なるほど、これは使えたんじゃないですか。結構これはそうですね、今でも使えますね割と。なるほど、ハードル低めにしてだらしないんで基本が、うん、だいたいだなところを乗り越える方法はハードルを最初一歩目低くするって感じですね。なるほど、はい、そういった形ですね。ここを編集をめちゃめちゃ考えないと中学生の話からここに持ってくるからサボローの話を全部後ろに持ってくる。確かに全カットでもいいです他のところ。もういやでもだいぶすごい、それ最後半に取れたからめっちゃボーンってなりました、ね、わー、よかったです。あれありがとうございました。ということで本日はですね、はい、ミスター東北大、元ミスター東北大の、ね、はい、の与沢松さんにおいでいただきました。違う人だった、僕違う人だった、自分でも気づかなかった。ありがとうございました。ありがとうございました。炎上しちゃダメですよ、与沢松さん。いやいや、ちゃんなことないんですけど。いや、怒られた。ありがとうございました。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.